もぬしかりしやさんってアナウンサーの方いらっしゃいますよねうん、うん、ご家族ですか本人だとは思われてなかった思わ、ねうん、なかったこの話していい、うん、どこかのぬかりやさんが嘘ついてます <laughs> 1> <laughs> 1年前の悩み覚えてる結果的にはあ,あの時考えてたことってそんなに大きなことじゃなかったんだなこんな同期で真面目な話することなかなかないよね <laughs> 始まりました「ジッププラス3」よいしょ またまた同期コンビ北脇大樹アナウンサーと私みかりやでお送りします。お願いします。よろしくお願いいたします。もうね、僕の地元の兵庫県高校のみんながね。めちゃくちゃ楽しみに見てくれてるんですよ。うん、北脇が出るのを。そう。待ってんだ。もう待って。ええー。あのラインで見たよとか、うん、今日も見たよっていうのを見てくれてるので、もう。 ね、張り,切って張り切って頑張ろうと思います。姫路,の姫路の星じゃん、すごいね。私全然友達から連絡来たことないよ。本<当>に <laughs> <laughs> すごいな、やっぱり人気者だ。いや、でも、みんな待ってるんだね。こういうジップっていう大きな番組で仕事させてもらって、本当に。まあ、おはようの時からもそうだったけれども。うん、あの、地元の子たちだったりとか、先生だったり。うん、母親の友達だったりとか、うん、いろんな人からやっぱ声もらえるっていうのがこうアナウンサーとして。 仕事をやっていく上で一番やりがい感じてて、これからもよろしくお願いします。す <laughs> 周りにね支えられていくこそのお仕事ですよね。本当 <laughs> に、えーうん、いいねで。なんかさチップに出て思ったんだけど、はいはい、やっぱチップってめちゃくちゃいろんな人見てるよね。いや見てるね。私あの名前が珍しい苗字が珍しいヌカリアで。うんうん 別に放送中に「はい、ぬかりやです」って名乗らないしそんなに知られてないかなって思ってたらこの間公の手続きを市役所かなんかにしに行って名乗った時に「あもしかしてぬかりやさんってアナウンサーの方いらっしゃいますよね?」ご家族ですかって言われて本人だとは思われてなかったお姉様とかですかって言われて。 うってなったんだけどそれでちょっとさこの話していい、うん、その市役所の人が、うん、私ってあの一人っ子なんですよ、うん、であのなんでそのご家族ですかって聞かれたかというと、うん、その市役所の受付をやってくれたお兄さんが、うん、あのっていってヌカリア,さんアナウンサーで活躍されてるヌカリやさんのお姉様と実は僕知り合いなんですって言われたのよ、うん、だからいないのよ。 あれと思って、うん、どこかのぬかりやさんが嘘ついてます。<laughs> <laughs> あのぬかりや心のお姉さんだとっ言ってる人。いるんです。で、それで。誰だ。あれって言って、あの、ちなんか、あれなんですけど。うん、実は私アナウンサーやってて、一人っ子なんですよって言ったら、うん、その。あの、市役所中がもう、へえみたいな。<laughs> どこかのぬかりやさんが嘘ついてるぞって盛り上がっちゃって、楽しかったって話。だから、あ <laughs> じゃあその、お兄さんも、この。 プラスを見てくださってるかもしれないですかどどうだろうね、見てるから、結構、ぬかりや心は一人っ子ですと、一人っ子です一人しか存在しませんので、はいませんから引き続き、ぬかりや心と北秋大も応援していただければと思います終わっちゃうみたいになってるけど、いいっぱ質問しら今日もね、たくさん質問さってるんですよね視聴者の皆さんから、これをね、ちょっとね、北秋に聞きたいなと思ったのが一個あって、浪人生です、つらい時に明るくなれる言葉をください。 あのいつも来たわって基本的に明るいし声も出てるしすごいこうなんかポジティブなオーラが出てるからなんか辛い辛いなとか落ち込んだりすることってあるの？うん、いやめちゃくちゃあるしあるんだなんなら自分は気にしいな性格というかそうだね確かにね基本的にはもう<細>そういう性格が故に、うん、失敗しないようには<ー>もうとにかく準備して準備して準備して予防線を張っていくというか。は だからもう失敗した時にはもうどん底に落ち込むほどこうマイナス思考になるんだけれどもそんな時に自分がいつも自分を励ます言葉として持ってるのは失敗は成長の糧にななるるほどこの失敗があったからこそ次の成功のためのまあ種をまいているというかそういうことだと思えば今回。 まあそのの人生なのかな、うん、生か今のその浪人生の方もこう1回こう受験で失敗したのかどうかわからないけれどもこう1年間経験したことによって今回その受験でさらに力を発揮できるかもしれないということでまあこの経験はそこまでマイナスのことじゃないんだよっていうのは自分の,その今までの人生経験としては励みになる言葉として一つプレゼントできるかなっていうふうには思うんですけれど逆にぬかりやの。 明るるくなれる言葉を聞きたいちょっとこんなちゃんとしたのが来ると思ってなくて <laughs>、えー、私は何かの雑誌で読んだのかな「雑誌 1>, あの1年前の悩み覚えてる?」って言われてはっきり言えますかっていう言葉があってあ確かになって私1年前になんか何悩んでたかなってあんまり鮮明に覚えて覚えてないっていうか。うん 時間が解決してくれることも結構あるから結構あるそう、なんか悩みすぎないでそのじっと耐えて時が経つのを待つっていうのもまあ一個の,その解決策なのかなって思わせてくれた言葉でそう、なんかすごい辛くてあもう人生もうダメだ絶望だって思った時にその3か月待ってみなっていうのをずっと繰り返してて1年経った時に結局その1年前の悩みってまあ それほど大きいものじゃなかったって思えるかもしれないよっていう言葉を雑誌かなんかで読んで、うん、あ時間が過ぎるのを待とうかなっていつも思ってますうらい経験だったりとか苦しいなって思ってる人もこれを見てくださってる方で<う>ちょっと待とうちょっと待とうで結果的にはあ,あの時考えてたことってそんなに大きなことじゃなかったんだなっていうのがヌクレアが送る言葉ってことですよね。そうそうでまあ あれいい言葉そうだよねあ,のあれだよね多分勉強が大変とか、うん、もうこのままもし次も大学受からなかったらどうしようとかいろいろあると思うんですけどでも私の友達で結局浪人して、えっと、大学その浪,人生浪人生の期間に勉強してたら。うんうん やりたいことってもしかして海外にあるかもって思って海外に行って起業した子とかいて私の友達でそ,うそれこそ本当に大学に最初落ちちゃって浪人生になった時はすっごく落ち込んでたんだけどでも結局今めちゃくちゃ楽しそうだしなんか自分がやりたいことをやれてるからねなんかそのマイナスをプラスに変えるっていうのは確かにきたわけも言ってたけど全然ありえることよね,ね。 でもやっぱり、ね、ええその時になると落ち込むは落ち込むのよね,よね落ち込むのも多分一つの方法だとは思う,、うん、あもうしっかりずんっと、ね、気分も泣いたりとか発散するっていうところそれも一つの方法なのかなとは思うけれども、うん、なんか教育番組みたいになりましたね。<laughs> <laughs> こんな同期で真面目な話することートでもなかなかないよね。<laughs> ねえ、ちょっとじゃあ,あの辛い時には私たち今学んだお互いの座右の銘みたいなものをしっかり心に持って。いや本当に。心強く生き,き生きていきましょう。生きていきましょう。はい。ということで同期コンビでお送りしました。<laughs> 以上ジッププラス3でした。ありがとうございました。うん